会議員の先生方はじめ、東京都、神奈川県の皆様、そして各市町村の皆様、地元のご支援をいただきました皆様のご臨席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。首都圏中央連絡自動車道につきましては、国土交通省とともに、鋭意その建設を進めてまいりましたが、本日無事に相模原相川インターチェンジから高尾山インターチェンジに関が開通の運びとなりました。これもひとえに貴重な土地や家屋などをご提供くださいました地権者の方や、あるいは地元関係者の皆様方のご理解とご協力、そして本日ご臨席の皆様方のご指導ご支援の賜物と改めて深く御礼申し上げます。私どもNEXCO中日本といたしましては、お客様の安全を最優先に安心快適な高速道路空間を提供するため、本日の開通区間の道路管理をしっかりと行うことはもちろん、国土交通省とともに圏央道東名以南の整備と信頼性の高いネットワークの構築をこれからも進めてまいりたいと思います。最後になりましたが、本日の開通区間の事業に従事されました方々の献身的なご協力に対し、心から感謝申し上げますとともに、圏央道の沿線地域がますます発展されることを記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。平成26年6月28日中日本高速道路株式会社代表取締役宮城義史、どうもありがとうございました。